焦ってんのが伝わる。焦りを感じる。メイク間に合わなかった。まだまだ完成してない。十分。え、本当？ありがとう。ごめんね、間に合わなかった。メイクが。すいません、メイクが間に合わなかったっていうおこぼれの今ちょっとメイク配信になってるんですけど、今日はクレームブリュレラテを買いました。めっちゃ美味しいよ。ホットなんですけど、私が買ったのは。ありがとう。変態みたいなこと言わないの。言わないの。これ明るすぎるね。やばい。明る。
めっちゃ甘かったよ。言ったこれ今。甘々だった。私みたいに堂々ともうメイクする、すいません。失礼して。もうちょっとリップの色がちょっとなさすぎるので、ちょっとだけ色を濃くします。見ててくださいね。いくよ。え、確かに夜のメイク配信結構レアよね。ライブ配信ちょくちょくメイクしよう。まあ結果自由ってこと。皆さん今日はどんな一日でしたか。お疲れ。今日も一日お疲れ。曲変えようか。SF9にしよう。何も変わらない日常でもそれが幸せ。そうだね。K-POP なんかさ、K-POP。
夜勤ね、まだか、じゃあ大変。前髪を直したい。まだ完成終わったよ。あとは前髪を直して終わりです。よいしょ。このあとね、TikTok も撮りたい。つるちゃんじじハートありがとう。よしもり、あ、これが何かどうやってやんだろう。お腹すいた、マジで。食べてない、晩ご飯食べてない。この後食べる。あ、そう、明日朝配信お休みでございますので、みんな起きれる？
明日がも頑張れる。起きれる赤ちゃん先生。舐めないでもらってもいいかな。私やらないだけでやればできるんです。じゃあやれ。やらないだけやばいね。起きる気ないやん。じゃあデジパー、これ全然つけれないんだけど、どっち、まだ本気出してないです。まだ本気出してない。本気出したらやばいから。全然つかんないんだけど、どうしたらいいんだろう。ジュースポンタハートありがとう。メイク中の顔見てるとやっぱり大人の女性になったなって思うのだって。嘘。横顔じゃない。私結構こっちの横が大人顔なんですよ。こっちの横が子供なんですけど、でも思わない。ちょっと違うよね。みんなもさ、なんか聞き顔あるよね。なんか左が好き、右が好きとか。結構ねあるんですよ。ポンタ千人組さんありがとう。トカさんレベル高いんで。何のレベル。何のレベルの話。うん、ありがとうかな。それはおっさんが聞き顔って言ってたら気持ち。いやそんなことないです。別に
さ、確かにあれですよ、見た目はおっさんかもしれない、でも心はいつだって子供ですよ、少年、忘れちゃいけないでしょ。わしはどっから見てもたぬき顔確かにたぬき顔だね、かわいい。私何顔なんだろう、何顔だと思う、キツネ。え、なんかさ、こういう顔してるさ、まあ、それみんな一緒か。え、何顔なんだろう、あんまり自分でさそれ考えたことないんだけど、たぬき顔って一番モテるんだよ、知ってた。いいな、たぬき顔。あ、ワラビー、わしワラビー、あ、ワラビーかも、あ、ワラビーかミーアキャット、あ、ミーアキャットかワラビーだね、ミーアキャットの方が似てるかもしれない。心は中学生だし汗かきだ最悪、ガキとか言われたね、ガキに言われたくないよね丸顔オタク、まあ私は丸顔ですけど、まあね、はい、見ての通り丸顔なんですけど。ほんとじじはたありがとう。うわ、豆腐そうめん食べようかな、もう。オーラータトゥンビーチパラダイス、そういうそうめんある。さっきね、あの、まあ私レッスン受けてきたんですけど、レッスン受けてで終わってから、あの、まあ、次のレッスンの子たちが、まあ、こうロビーにいっぱいいたんだけど、そしたら仮装してる子たちがいて、あれ、マルミ終わったよねみたいな感じだったんだけど、ね、まあなんか仮装してて、もう、そしたらその仮装がね、仮装してる子たちがみんな、あ、なんか、レベル高すぎて、なんか、もうめっちゃおもろかったんよ。ギャルとかもいたし、あと、誰だ、なんだっけな、あ、パワーパフ？パワーパフガールズの、 あのキャラクターのコスプレをしてるキャラクターですって言ってたんだけど、全然似てなくてめっちゃおもろかったし、あとね、一番笑ったのが、あの、なんか全身タイツ並みのなんか白で、この帽子をさ、あの水泳帽かぶってたの、白の、え、めっちゃおもろいじゃん、何みたいな。でその上にあのうさ耳をつけてたのね、カチューシャの。え、何のコスプレか全然わかんないよ。そしたら正解はシルバニアファミリーですって言って、シルバニアファミリーのコスプレをする人初めて見て、おもろすぎて爆笑だったよ。もうそこにいたロビーのあのイントラ勢もう爆笑だった。先生たちはめっちゃ笑ってた。いや、もう私もあの共に笑いましたね。もうおもろすぎて、なんだよそれと思ってめっちゃおもろかったガチおもろかったんだけど、本当にそう、シルバニアファミリー何って思って、めっちゃおもろかった。なんか水玉のワンピースを着とったけん、ま、ミニーちゃんかなみたいな感じで話してた。でもミニーちゃんにしては、え、嘘耳つけたら絶対ミニーちゃんではないじゃんみたいになって、もうめっちゃおもろかったね、ほんま。わー面白いなと思って、いろんな世の中いろんな人がいるなと思って。でこの間その X でなんかタイムラインで流れてきたのがあって、なんかあの道頓堀の川あるじゃん、あそこでなんかあのルフィ、ロビンがその仲間になるシーン の再現をしてる動画が流れてきたの。めっちゃおもろくて、
なんかちゃんとなんか行きたいと言えみたいな、行きたい私は連れてってみたいな感じで言って飛び込むっていう、はいっていうやつをしてたんですよ。めっちゃおもろいじゃんと思って、何やってんのと思って、そう飛び込んでワンピース最高言ってたすごと思って、いや私まだそこまでは分かるんですよ、そこは。そうハロウィン道頓堀やばかったみたいな、いややばかったんだね。まあそれはそうだね。いやちょうど私大阪に10月31日でしょ、10月31日はあの大阪いたんですよ。でその友達とさ、え道頓堀行こうみたいな話もしたいん、まあ、枚方市におったんだけど、その後に道頓堀行こうかっつって話しとったんだけど、なんかまあ時間があれで、まあ、行かなかったんだけどね。そう行けなかったんだけど、最初は枚方市行って、その猫カフェを行ってからもうそのまま道頓堀とか雨村に行こうとしとったんだけど、もうねもうそんなのそんな暇なかったね、そんな暇なくて行かなかったけど、後々見たらほんまにその道頓堀がそのもうハロウィンですごいことになってたっていうのを見て、あ行かなくてよかったねってなったんよまずこの自由すぎる性格がいい方向にいたっていうもう多分埋もれてたと思うんだよね行ったら、うん、何もできんかったと思うけん、なんか良かったなと思ってひらぱ行ってよかったなと思って、もうだけほんまに枚方市しか行ってない。帰り、まあ、夜行バスで帰ったんですけど、夜行バスのところ行っただけ、あとは行かなくてよかった。え、ひらぱはねめっちゃ空いてたついてたよ、うん、世間いろいろ生まれた。でなんかそしたらさ、ひらぱのさ、なんかインスタのなんかひらぱのインスタというかひらぱのなんかレビューのインスタみたいなのがさこう、まあ、出てくるじゃん。そしたらさ、なんか夜ひらぱの夜の感じがめっちゃ綺麗みたいなの見て、それもうちょっと早い言うてやと思って、夜見たかったイルミネーションの感じがね。もうだってひらぱ行くことないよ、だってでもねめっちゃ酔ったねひらぱめっちゃ酔ったわ。あのさ、すぐぐるぐる回るブランコあるじゃん、そのブランコみたいなやつ一回やってさ乗ってさ、こうぐる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 回るやつ、遠心力で回るやつ、あれガチやばかった。私もう本当に吐くかも思った、もう途中からもうダメ目つぶると思って、もうずっと目つぶった本当にあれは酔った、あれ酔って、あとバイキングもちょっと酔ったし、酔ったね、酔った結構酔った。そう、でその後ちょっとさ面白い半分でさ、あれコーヒーカップ塗るとか言ったけど、全否定された何言ったのみたいな吐きたいみたいなあ、はいみたいな感じ。めっちゃおもろかった、おもろかった。でもなんかそういうそのちっちゃい遊園地って行くことないかったから、
もうディズニーとユニバーとかしか行かないからさ、そう、え、行くと、え、の楽しいと思って、楽しかったそう、めっちゃ面白かった。スカイダイビングとかやってみたい。私はね、やっぱこういう感じですから、結構アクティブ系は何でもやりたい。ちっちゃい言うなし、すいませんすいません。いや、比べてしまったらの話で、比べてしまったら、そのユニバとかに比べてしまったら、遊園地としてはちょっとちっちゃいじゃあ、うん、いいよ、そこはそうじゃな。比べなかったら、あの、素晴らしい遊園地でした。もう、いや、私がその今のさ、その年代もあってさ、ちゃんとさ、そのあれじゃんね、そのやっぱちっちゃい頃、もうちょっと幼い時期にもし行ってたら、もうものすごいよ、多分楽しいって、あのね、やっぱ遊園地言われてなってますけどもうダメ、もう弁解できん、これ弁解挽回挽回。キヨピエさん、ポンとハートありがとう。いや、もう私はね、バンジー一回飛んだんで、あの、本当に死ぬかもいましたね。もうバンジー飛んで、本当にこうバンジーってさ、こうやって落ちないじゃん、こうやってこうやってピョンって飛び込んじゃダメじゃん、そのままこうやって落ちんといけんから、それがあ、死ぬってこういう感覚かってなった。これマジだから、これマジ、え、バンジー飛んだことある人だったら多分わかると思うんだけど、あ、飛び降りるときってこういう感覚なんかなとか思ったの。そのもうほんまに怖い、ほんまに一瞬怖い。これ多分意識飛ぶ人絶対いると思う。いや、もう私は意識飛ばなかったんだけど、もうほんまに怖かったっていう記憶だけは残ったんだけど、もうほんまに、あの、うん、あの、うん、マジ死ぬか思った滝行の経験ありますよ。滝行もちろん断食してね、滝行しましたよ、うん、懐かしい。でも死ぬっていう感覚を味わいたいっていう方がもしいらっしゃったら、そんな MMM な方がいらっしゃいましたら、ぜひやってみてほしいなと思いますけどね、うん、まあ、なんだろう、人生的にはまあすごい面白い経験にはなりましたでも滝行だからみんな経験してみてほしい。滝行とかさ、なんか面白くない？ステータスとしてさ、なんか俺滝行行ったんだよねみたいな言ったら、え、マジ滝行みたいになるじゃんどこアピールしてんだってなるけど。うーん、好きな人はそりゃいるよね。でも申し訳ないけど、私は好きになるんかも、バンジーは。うん、いや、もう一回飛んだらちょっと違うんかもね、わかんないけど、うん、でも飛びたいと思わないもう飛びたいと思わないよ、うんうんうん、さすがに。あ、だって、高さにもよる。え、私そんな高くなかったよ。読売ランドのバンジー飛んだんですけど、そんなに高いわけじゃない。その本物のさ、崖から落ちるみたいなところ、え、やつじゃないけんさ、まだ全然あれじゃん、下にさ、でっかいそのクッションみたいなのもあるし、もうでも、え、もうそれでももう私本当に、あの、はいえ、そうそうそう、まあバンジージャンプじゃないよね、ほんまあれって。え、ジャンプだったらジャンプさせてほしいじゃん。
もう落下、もう本当に言う通り落下、フィューってこれ落ちる系本当に怖いよマジで。いや分かる、外国のやつとかやばいよね、あれマジ。え、生きてる生きてる、あれって。マジ怖かったわ。急に何それではですね、皆さんなんとですね、来月のライブの日程が決まりました。来月のライブの日程はでございますね。ちょうど1ヶ月後です。12月11日でございます。イエーイ。はい、タイトルは場所はですね、いつも通り広島セカンドクラッチさんで行われるんですけど、タイトルはクリスマスパーティー、素敵なステーキ食べよっか。こちらになります。はい、クリスマスパーティーということなので、皆さんね、あのクリスマスプレゼントお待ちしてます。はい、クリスマス、はい、素敵なステーキ食べようかでございます。イエーイ。ショーリンボンネンデイステイステイス。切れるんじゃ、もちろん私のパフォーマンスをお届けしますよ。お肉食べたいね、うんうん、その日は休めないか。じゃあ年始のライブ楽しみにしててね。年始からまたこう駆け抜けて、あの3月まで駆け抜けるけんね。3月は東京、ディズニーレインボーシュタイル、ありがとう。やばい、充電ない、びっくりしちゃった。今もう別に充電なくてもいいんですけど。Jolly Monday
ほんとキノコありがとう。キノコなかなか元気なかエリンギ舞茸ぶなじめじ大丈夫そう、あたひ大丈夫そう。だいぶもうちょっとエンジン切れてますね。これエンジンがあのこう振り切っちゃってこうなってますね。毎月会えるの嬉しい。いやー嬉しいね、やっぱそうやって言ってくれると、うん、毎月会ってるとさ、その当たり前みたいな感じに、まあ来月もあるぴみたいな感じにさなっちゃうとことってあると思うんですか。やっぱあの当たり前じゃないんだよっていうのを覚えておいてください。でもだからそうやって言ってくれるとあーすごく嬉しいなって思いますよ、うん、一つ一つその毎月会えるのをすごく楽しみにしてくれてるのも知ってるし、なんかすっごいやってて、私がその毎月ライブやっててやりがいがあるというかすごく嬉しいです。だってほぼ毎回ぐらい来てくださってる方なんですよ。方がそうやって言ってくれるなんて本当に嬉しいですよ、マジで。これガチ、そうね、マジ何があるかほんまにわからないからね、人生、人生は何があるかわからない、本当にそれが怖い一番。チャニグフィガーさんあたありがとう、チリチャハートありがとう。クマやばいよね、クマ取りしたいんですよね、めっちゃ。なんかメイクで隠しても隠せてないねで笑ってればさあんま気づかんじゃん。でもこう笑ってないとさ、こうやってさ言ったりとかするとさ、ここのさ黒いのが目立つんですよね。ここね。なんかこういうのってさ、気になったらずっと気になっちゃうよね。この。ありがとう。みみみみみみうーしゃみん喉が痛いで、うっ喋らないで、安静にしときて、しときて。起きたくてしょうがないって感じだね今。あのこれ振り切りですよもう。あの多分もう少ししたらってなるやつ動いてきたけんまだね、ギリギリに帰ってきてメイクしたけんさ、まだアドレナリンが出てるんだけど、もう少しでこうやって見つけられるジェジポンタンあたありがとう。なんかあの配信終わったら死んでるでさ、あこれなんですかね、チューリップみたいなやつ。
これなんですか？ありがとう。ゾンビ正体ウリピナ。ウマ娘はどうなってるの？ウマ娘はどうなってるの？それなんて答えたらいいの？あ、そうだ、ミッションだ、ミッション思い出した今。本日のミッションは抱いたあまマナーだったんですけど、チリちゃん今クリームブリュレって飲んでんじゃん。どう、美味しい？あ、タイガーバナナチリパン、これ美味しい。うわー、ジジいいねこれ。めっちゃいいじゃん、この雰囲気あるコーヒー屋さん、この昔懐かしのみたいな、いいと思う。10から食べたの？すごいいと思うよ、その挑戦がいいと思う。お、醤油団子さん、このバターあるすごいね、買ったそうどう食べたんだろうか。うん、皆さんいいと思いますよ、今日のかっこいいもの。明日は何のミッションかね、楽しみにしててね。いや、明日朝なかったんだじゃあ明日はもう今言っとこうか。ですね、カップラーメン、みんなの一番好きなカップラーメン、どう？お手柔らかに、よくない？ルブちゃん、ありがとう。来年ユニバ行くんじゃ、炭治郎いいね、私もコスプレしていきたいな。ストップイルムンボーヤーミスターローバーオーバーオーバーアンカミングオーバー、ラーメンあまり食べない、食べてみな久しぶりに、美味しい、なんか久しぶりに食べるとマジでうまい。デシマパルコで9日から、うわー、コナンランド、コナンランドランドになるの、え、楽しみ。はい、あと4分でちょっと22時になるということで、ちょっと22時になったらもう配信終わりますということなので、ちょっとね締めに入りたいと思うんですけど
締めに、まあ、12月11日の告知をしようと思ったんですけど、ちょっと先に話していただいたんで、はい、12月11日の、まあ、クリスマスパーティー、素敵なステーキ食べよっかをね、ぜひ楽しみにしててくださったら、クリスマス、ちょっと早いんですけど、クリスマスパーティーを一緒に過ごせたらなと思っております。で、その前にですね、シェハピーどっかインスピレーションの秋がございます。11月11日ですね。あともうだって来週の月曜日には皆さんとお会いしてるので、明日もね練習があるんで頑張っていきたいと思います。年始の告知、年始の告知はちょっとね、まだできない。体調くん、ありがとう。体調崩さないように気をつけます、マジで。大事な時に限ってね、インフルとかかかったりするんだよね。では、壇上読みます。13位、待って、13位から出てきて、トモさん、ジンニ焼きそばさん、ジチコロンさん、10位昔からおじんさん、9位コウマさん、8位アブルさん、7位シリちゃん、6位シャイニングフィンガーさん、5位スノーヒデさん、4位。はい、3位ジージー。ライブまであと少し、いつも成長が感じられて嬉しい、ありがとうございます。違った、それごめんねだった。はい、これからも頑張っていきたいと思います。第2がトシさん、ありがとう。そして本日第1はポンタン。12月もライブあるの高本よ、ありがとう。もちろんありますよ、月1ライブあります。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。明日はちょっとないんですけど、明後日の朝一日でお会いしましょう。明日も頑張るで、一緒に頑張ろうね。おやすみ。